たのかな、わかんない。昨日の配信よかった、ありがとう。いつもと雰囲気が違う。おでこ上げたらこんな感じなんです。いつもはおでこを下ろしてるので見えないので。こんにちは。リコちゃん、サラちゃん好きみたいよって、めっちゃ嬉しい。サラもね、リコちゃん大好きだよ。かっこゆうちゃん、タコありがとう。タコタコ、サーヤンのね、タコこんな感じ、タコみたいならしいよ、サーヤンのタコ。こんにちは。こんにちは。今日は研究生の講演があるんですよね。13時半からでさ、合ってるっけ。そらなんか、あ、そらかぶせないようにしようと思って、13時半からにしたんです、までにしたんですけど、合ってますか。何時からだったのかちょっとよくわかんないんだ。合ってるよ、本当よかった、よかった。それがみんな見るんですか。ワンタンメンさん、ハートありがとう。みんな見るの、研究生公演。それは見てもいいということ。いや、あ、うーん、見て、見たい。サラも、まあ見てもいいけど、行くかどうかは別よな。行くかどうかは別です。見てもいいんだがね。わかりました。あ、行くかどうかっていうのはそっちに、これ今後そっちに行くかどうかは別だよね。こんにちは。研究生公演楽しみ。サラも見たい。 DMM で見れるかな。 DMM はね、パスワード持ってるんだけど、見れるかわかんない。こんばんは。今から見に行きます。DMM でやるよ。やるか。じゃあ見る。かっこゆうちゃん、ハートありがとう。こんにちは。まさぴょんさん、こんにちは。お顔すっきりね。かわいい。ありがとう。舞台袖から腕組みしてみよう。あ、やっぱそっちか。ね、サラは客席じゃないよね、もちろん。やっぱ私は楽屋だから、楽屋でからモニターで見るタイプ。みんなには絶対できないことだ。こんにちは。現場行ってみたらいいやんって。行こうかな。察知打ちは持って行こうかな。
2階席ですか。2階席ってどれぐらい見えるの？キンガムチェックかわいい、ありがとう。あ、てかお話し会の受付今日の13時までだっけ。1階ね、そのまだあるけど売るけど、だからぜひよかったら来てください。ソガワちゃんか、そうそうそう、ソガワちゃんのサッチーのうちわを持って行こうかな。サッチー好きなんだ。こんにちは。あと10分、あと10分だって。来てほしいです、お話し会どの日でも来てほしい。こんにちは。今日さ、札幌コレクションみたいなやっててさ、めっちゃそれ見に行きたかったんだよね。さっちショートね、かわいいよね。こんにちは。みんな今日は何してるの？なんかさ、雨だからさ悩むよね、何しようか。福山ビッグローズ行くよ。え、嬉しい、ありがとう。嬉しい、楽しみにしてるね、ありがとう。こんにちは、こんにちは、ホングマングさん、たこ焼きクラゲさん、こんにちは、アキマーさん、レインボースター、ありがとう。明日の13時までか、お話し会なんけど、ごめん、今日って、あれ ?8 日って今日じゃないか、間違えた、ごめん。カズさん、インテックス大阪行きます、ありがとう。嬉しい、待ってます、ありがとうね、ありがとう皆さん。今から麻雀しに行く、いいね、麻雀いいね。そらさ、あの留学先でっていうか前さ、なんかペディキュアしてたんですよ、指に塗るやつね、マネキュアの。それでマージャンパイのペディキュアしてたよ。会場近く、駐輪場待機、駐輪場、あ、間違えた、駐車場待機、チャリで来たのかと思った。こんな中、釈迦力にチャリを漕いで来ちゃったのかと思った。ゲバントとかまで、ゲバントだっけ、ちょうど髪を切り終えたところ、いいですね。こんにちは。今日はどこか行こうかと思ったんですけど、課題がやばいって思って、どこにも行かないかな。でも行くかもしれない、行こうと思ってるところはあるんですよ、行こうと思ってるところがあって、メンバーとなんですけど、でも雨だからちょっとショック。サラってさ、ふっかれそうに見える、重そうに見える。サラめっちゃね、ふっかれで、昨日誘われて、昨日の夜とかに誘われても全然、いつも遊ぶとき前日とかに決めるんですよ、
こんにちは。夢タウン二日市行ったら人多かった。自転車は無理って。そうなんじゃ。夢タウン二日市か。GW 最終日雨なんですよ。明日からは雨ですか晴れですか。シミザロはふっかるそう。あ、結構ふっかるですよ。本当に結構ふっかるかも。気分屋のイメージって、そうだね、気分屋でもある。頑張ってください。ありがとう。明日からは晴れるらしい。あ、そうなの。やった。いや、だったら今雨の方がいいかな。学校行くときに雨なのがめっちゃ嫌なんですよ。はじめまして。明日から天気を聞いて、ちょうどゴールデンウィークだけなったんですね。G7 サミットのさ、期間あるじゃん、 G7 サミット。あの期間さ、広島は学校がないんですよ。だからもうそこが第二のゴールデンウィークって感じ。ゴールデンウィークさ、今日しか休みなかったんですよ。ゆうりさん、ハートありがとう。だからその期間を楽しみにしてる。広島は下の予報晴れのち雨になってるけど、1週間ごとだと全部晴れ。そうなの。今日 PR 舞台夕方新宿来る。そうなんだ。新宿いいな。新宿ってさ、ゼップあるよね。新しくできたんだっけ。新しい歌舞伎町タワーでフェス。あ、歌舞伎町タワーでやるんだ。どうしよう、 PR 舞台のみんなが東横キッズになって帰ってきたらどうしよう。どうしますか。それでも押すんだよみんな。東横キッズになるかもしれない。新しいビル4月にできたばかり。新宿は大小劇場も多い。焼肉焼き出したりね。焼肉なの東横キッズって。グリコしたキッズもいるねって。そう、サラピと千穂さんがあのクックパッドライブで心斎橋のところ行ったら、あのグリコしたキッズになって帰ってくるかもしれない。歌舞伎町だからもっとすごいことになって帰ってくる。そう、もう派手派手だから、もう卒業したからし、そう、でクワトロの公演をするときはみんなもしかしたらあのパル横キッズになってるかもしれない。わかんないよ、世の中何が起きるかわかんない。広島は何キッズ、ドン横キッズとか。まさぴょんさん、ハートありがとう。こんにちは。治安問題、山の中キッズいないで。そう、キャバ嬢になるかもしれない。ツイート見たけど、ちょっと最近大人っぽくなったなって思ってた。ありがとう天地さん、嬉しい。
大人っぽくなりたいんですよ。アリスガーデンキッズ、アリスキッズか。なんかね、お話し会のね、いつも行ってる会場ねにね、隣が公園なんですけど、そこでずっといつ行っても絶対誰かがスケボーしてて、めっちゃウェイウェイ系の音が聞こえるんですよ。でも草木が生えてて、草木植物があるから見えないんですよ。隙間もなくて姿は見えないんですけど、スケボーキッズたちが遊んでる。キッズっていうか多分19歳とか18歳とかそれぐらいなんだと思うんですけど、お話し会会場キッズですね。こんばんは。なんかさ、新しくできたさ、広島のさ、なんかあるじゃん、あの X シングスがあるところ、あそこさ、スケボーしてたんだよね。スケボーするところがあったんだよね。そんな大事じゃなく小さな幸せで、よいしょ。スケートパークの会場来てた。あ、そうなんだ。広島ゲートパーク、そうそう、そこです、そこです、そこですね。いいよね、あそこ。広島がどんどん新しくなっていい方向に進んでいってる。 X シングス食べたくなったな。パンケーキズ結成するか、また。キッズダンサーがたくさん練習してたって。キッズダンサー、かわいい、かわいい。平次さん、ハートありがとう。こんにちは。頭の形かわいい、ありがとう。おすすめのお店は、結構マシなところ、何系がいいですか？ご飯系ですか？ご飯系か、ご飯系か、天満川沿いもスケボーイ。へえ。ご飯？平和食堂っていう、あの NHK の近くにあるあるね、あれがあるんですよ。普通に会社員の方とかがいっぱいいる食堂があって、昔ながらの食堂で、そこが雰囲気がいいですよ。平和食堂は、平和はカタカナで、食堂は普通に漢字です。あの前ツイートしたことある、一回。近くっぽいから行けるね。ありがとう、ありがとう。行ったらじゃあツイッターつぶやいてください。ビジネスマン向けでも、なんかビジネスパンマンもとかもいるけど、若い子も時々いる。あのね、サイダーみたいなのが有名で、可愛いコップに入って出てくるんですけど、それが映えるって言って、それも友達と行きました。
でも本当におじいちゃんおばあちゃんとかもいた、夫婦が2人で来てた。報告を強制、え、何食べたのか気になる。な、食事記録とかめっちゃ好きなんですよ。炊き出し情報って何？この日の日のバブサラちゃんをショット、こんなやつと忘れちゃった。どんなやつ、こうやってこうやってこう加えてるやつと、なんだろう、あと忘れちゃった。あ、こうやってケーキをこうやって、ほんと昔ながら老若男女な感じ。でもなんかそのガチの昔からあるやつじゃなくて、そのコンセプトで昔ながらを作ってる感じ。建物自体は新しくて昔ながら風を出してるって感じなんですよ。だから清潔感あります、めっちゃ。その本当の古いやつじゃなくて昔ながらを頑張って作ってるお店だから。今度行ってみよう、行ってみて。本当にメンバーもめっちゃよく行きますね。時間があったら平和食堂行こうかって言ってる。こんにちは。麻婆豆腐専門店なんてあるんだ。この前行こうとしたら並んでた。え、並んでるの、あそこ並んでるの見たことないけどめっちゃなんか悪口みたい。並んでる、並んでるんだ。でもその沿いに肉バルっていう焼肉のお店もあって、同じ通りなの。もうそこね、もうあれなの、あの食べ物がずっと並んでるの、 NHK からまっすぐ行くと。で、肉バルっていうのもあって、あとはゴーゴーカレーっていうカレー屋さんもあって、あとはあのコメダコーヒーもあって、あって、まあ、肉バルっていうところ美味しいよ。で、味噌汁とこのお米が食べ放題で、もう食べ、お肉食べ終わっても一生お味噌汁とお米食べた記憶がある。魚介系の人気ラーメンって、美味しそう。松さん、だるまありがとう。してや6月以降にオフラインイベントやってます。はい、やってます。6月24日かな。に大阪で直接会ってお話し会。おすすめにしてるので来てください。そう、ゴーゴーカレーは、2000何百円ので でめっちゃでかいカレーがある。2キロみたいな。そう、電車通り沿いはそういうのが多い。平和公園の横なんで、そう、 NHK 広島、そうなんですよ。そこを NHK 広島を電車通り沿いに向けてまっすぐ行ってみてください。あの栄えてる方に向かってですよ。ビル沿いじゃなくて、ビル、あのビジネスビル、オフィスビルみたいなのがいっぱいあるところじゃなくて、まあ見たらわかるんですよ、明らかにこっちが栄えてるっていうのは。そっちに向かってまっすぐ歩い、そのまま歩いていったら、いいんだよね。六感チョコレート、わかんないかも。フォローして情報チェックしてます、ありがとう。ゲバントから行きます、汗汗って行ってみてください。こんにちは。あとは広島は、あ、ハラドーナツ、あ、広島ではないや。 NHK って渋谷の話してる方、都会の人ですね。いや、 NHK は、私たちの NHK は中区ですね。
となんだっけ、ハラドーナツもおすすめだし、なんだろう、スイーツ系だったら、なんかおすすめありますか？こんにちは、今日もかわいいな、ありがとう。こんにちは、なんかブルシチさん久しぶりな気がする。こんにちは。でもね、広島はね、いっぱいね、最近いろいろな新しいお店ができてて、びっくりしました。こんにちは。ジョルル。ねえ、めっちゃ話変わるんだけどさ、なんかね、サラが好きなアーティストが広島に来るんですけど、もうめっちゃ好きで、もうめっちゃ好きだったから、そのアーティストが昔から嬉しいみたいな、絶対行きたいみたいな思ってたんですよ。そしたら会場名を調べたんですよ。そしたら自分が昔住んでた家の隣だったんですよ。やばくない？だからめっちゃなんか感動した。いや、ここにこの人も来るのかと思ってめっちゃ嬉しかったけど、まだ先すぎてチケット買ってないんだよね。めっちゃ知ってるところだったんですよ。でも行けないかもしれない。あ、けどね、あのね、最近はね、本当にライブね、好きなんですよ。ライブとか行ったりする。だからでもライブ申し込んだんですよ。また行ったらなんかツイートとかしてなかったけど、ツイートしようかな。でもさ、なんかマイハさんとかさ、ももくろのやつ行ってきましたとかしてるじゃん。そういうのやろうかな。だ、なんかさ、そういうライブってさ、いや、さらに狙いがあるんですよ。ライブのハッシュタグがあるじゃないですか。ライブってなんとかなんとかツアーとか、なんとかツアー2023みたいな、そういうハッシュタグってさ、なんか全部見てそうじゃない？だからさ、知ってもらえないかなみたいな、認知してもらえないかなみたいな。いや、有名だからさ、いいねとかはしてくれないかもしれないけど、普通に目に入ったら嬉しくないって思って、目に入ってたらいいなって思ってツイートとかしようかなとか思い出した。どうなんだろうね。絶対さ、みんなとかのツイッターよりサラのやつの方がさ、一瞬さ、なんかカッコなんちゃうとか公式感あったらさ、誰だろうって一瞬思うじゃん。え、ちょっともうみんなのこと、ちょっとそう言ってしまって申し訳ないけど、みんながいっぱいツイートしてて、サラがあのアイドルのアカウントツイートしてたらちょっと目立つじゃん。え、ごめんなさい、本当に本当にこんなことを自分で言って。マイハももクロ発表された日にマネに行くって伝えてて、伝えればいいのか。ねえ、空も伝えようかな。でもさ、いや、でも仕事が入ったらもう行かないかな、行かないって思ってる。偶然だったので分かんない。そう、でも行かないかな。なんかさ、いや、なんかメンバーがさ、
例えばスタバのなんちゃらフラペチーノ馬とかあげてるの見たことあるんですよ。でもサラがなんかツイッターするとき消してみたいに言われるんですよ。それは何のサラかが分かんないんですよ。なんかそういう、例えば池はこの前、池もライブ行ってきましたじゃないけど、鈴木愛理さんの何々の曲が好きですって書いてあるじゃん、ツイッターしてて。で鈴木愛理さんは多分レコード会社とかも違うんですよ、事務所とかも違うし。でもさ、そういうのもいいからさ、何が良くて何がないかさ、よく分かんないんだよね。そらでもいいのかな、ツイッター。でも聞いた時は前、ツイッターはなんか無料の SNS だから宣伝にならないからみたいな、モバメでそれを送るのは、有料なコンテンツにそれを載せるのはダメだけど、無料だったらあれいいんだよみたいな、無料のコンテンツだからみたいな、そういうのあるんですか。こんにちは、やっと勢いついたので見れるって、ありがとう。そう、ツイッターならいいのかなとか思う。歯は大丈夫なのかな。大丈夫。名前だけだったら OK。 え、何がダメなんですか。何だったらダメなのかな。桜チラリって、桜チラリ懐かしい、キュートさんの。桜チラリな、そう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 、モババみたいなクローズ、そうそうそう、そういうところで。あ、そういうこと？確かに。難しいね、難しい。最近さ、あのお茶の間さんを見てさ、めっちゃ可愛くて、みんなハロプロがもっと好きになりました。なんかずっとちっちゃい頃から、あの昔から米村キララさんが好きだったんですよ。で見れて嬉しかったです。写真は撮れてないんですけど、お茶の間さんとね、楽屋が隣だったんですよ。それでなんかもうボサボサで入ったんですけど、私楽屋に、はい、あのその途中でお茶の間さんはエンジンしてて、エンジンか、それでなんかみんなに見られるのが嫌だ、見られるっていうか、もう見られるはしないけど、そのもう的なりを通ったから絶対見えてるんですよ。だからちょっとそれがもうボサボサだったから気まずかった、気まずいて恥ずかしかった自分が。でパパパパってしっかりフルメイクしてルリちゃんに会いに行ったよ。ほんまにね、恥ずかしかった。あと10分だから3期生ドキドキして、え、嘘、今何分、何時、13時18分。じゃああと10分ぐらい配信します。ウィンクあんまりできない。こんにちは。ねえ、3期生絶対今ドキドキしてる。今頃エンジンぐらい、エンジンかな。なんかね、公演の日の1日のスケジュール、公演前のスケジュールは、だいたい25分ぐらい前にエンジンなんですよ。で10分ぐらい MC の確認するんですよ。はい、ここで出たら立ち位置はこう、ここに立って何々何々何々を言います、それでからみたいな、何々何々何々が終わったら何々の MC 立ち位置に行ってみたいな、確認をみんなではいみたいにしていって、それでは頑張っていきましょうみたいな感じで、おーみたいな、えいえいおーみたいなやつを、 それからやって、で最後
残り10分ぐらいになってるんですよ。でそこでもうリップとか前髪とかも最終のこういう直しをして、ケバントだったら楽屋とステージの階が違うから、あの階段で行かないといけないから、そうもうそれを5分ぐらい前には切り上げて上に上がるんですよ。で鍵穴する人はもっと早く上に上がって、鍵穴2分前ですとかめっちゃ言われて焦りながらやばいって上に上がるって感じ。シンさん、だるまありがとう。こういうのちょっと気になるでしょみんな。モスターさん、ハートありがとう。なんで公園前に歯を磨くの？公園前に歯を磨くのは公園のあの前にお弁当を食べた時だけだと思う。なるほどねって。そう、ホスターさん、バラありがとう。で公演終わった後はお見送りをして、お見送りをして、それも終わったら衣装から私服に着替えてもう一回ステージに出て集まるんですよ。それで最後の体操をするんですよ。公演後も体操があって、それで先生がストレッチがあって、体操って先生があの曲をかけてくれてて、普通に48とかじゃないなんか優雅系の曲をかけてくれてて、それでやって、でそれが終わったらまた楽屋に戻って、あのお弁当とかを食べてない子とかは食べて、適当に楽屋の片付けをしていい感じにして、タクシーが迎えに来ます。そうそう、クールダウンですね。タカさん、ハートありがとう。そうなんですよ。ちょっと今何分？21か。ホスターさん、バラ、あ、花束ありがとう。そんな感じで裏でやってます。そうで、メイクとかにはそらもう最初はなんか、あ、1時間とか1時間半とかメイクにかけるんですよ、みんな。で、そんなにいるみたいな、10分でいいでしょって中学生の頃は思ってたけど、今になるともう1時間半でも短い。でもそのメイクしてる時間めっちゃ幸せで、あのゲバントの楽屋はもう楽屋って感じなんですよ。畳が引いてあって、みんなで地べたに座って、地べたで畳に座ってって感じなので、なんかあれなんですよね。そこで話しながらメイクするのめっちゃ楽しくて、いつも本当に幸せ、メイク時間。僕は天使じゃないよさん、ハートありがとう。イベント公演コンサートと同じようにやるのかな。うん、あ、でもコンサートの日は終わった後のストレッチはないんですよ。あのリハーサル前のストレッチはある。イベントはストレッチはしない。もうイベントなん、うん、しない。そうなんだよね。よし、じゃあそろそろランキングを読んでいこうかな。今日も可愛い、ありがとう。そう、ぜひお話し会待ってます。13位のりさん、ありがとうございます。12位きよしさん、ありがとうございます。11位よしーさん、ありがとうございます。10位まつつさん、ありがとうございます。9位たかゆうさん、ありがとうございます。8位みーたさん、ありがとうございます。7位くまねパパさん、ありがとうございます。6位クロマティさん、ありがとうございます。5位あきまんさん、ありがとうございます。4位ゆうりさん、ありがとうございます。3位博士くんさん、ありがとうございます。2位フォスターさん、ありがとうございます。そして1位かっこゆうちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。すごく綺麗ですね。どうも本当にありがとう、ありがとう、ありがとうございました。それではバイバイ、ありがとうございました。
ありがとう。